ただいま。こんばんは。った。ゆきちゃん、ハートありがとう。こはるん、ハートありがとう。おいちゃん、バラありがとう。みこよ、しゅんさん、ハートありがとう。おいちゃん、ペンライトありがとうございます。今日はリハ終わって撮影だったんですけど、今日はね、TIFF と善悪のリハやってて、その後に撮影だったの私知らなくてね、スケジュール入ってなくてね、でも結構前に連絡来てたのだけ知ってたの。あ、花さんのセトリが今来た。見れない、まだ見れない、反応しちゃうねえ。それでスケジュールなんか前に5日前ぐらいに連絡来てたの忘れてて、スケジュールも入ってなかったから忘れちゃってて、メイク道具を持ってき忘れちゃってたの。そしてなので今日はメイクさんに全道具借りました。なんかさ、初めてこの人のラメラメ使ったんだけどさ、なんかすごいの。こっちはまだ生き残ってるけど、もうこっちはちょっと生き残ってない、ね、すごくない。ファンデーションとかもぜーんぶお借りしました。でも別に変わりませんねそう、今日はだからメイクしてたからちょっとショールームできるやんって思って、そう、やっぱちょっとセトリキ、コンサートのセトリキ、一瞬だけ見ていい、一瞬だけ見ていい、一旦何も顔出さないから安心してください。セトリね、楽しみですね。うん、ちょっとやめとこう。もっと詳しくもじっと見たいってことで、私の家の残ってた芋の甘煮を食べる。ニコだと開く。もう2個だけ残ってて、もう捨てようか迷ってんだけどさ、もったいないかなと思って、2個だし太んないかなってことで。なんか今日大人っぽい、いや髪型だけ変わると思う。だってツインテールなんてしたら多分子供っぽいってみんなに言われるでしょ。言われるでしょ、こんなんしたら。洋服もあるね、これでもブリブリのさ可愛い洋服着たらさ子供だねって言われるでしょ。祝日制限なんとか中なのだって、なんとか中なんですよ。頑張る。ポニーテール、お団子自分でできるようになりたい。善悪のさ髪の毛どうしようか迷ってます。団子かわいい。そして前髪す、なんかみんなが思ったより褒めてくれるから今日も前髪分けちゃった。えい、何にしようかな。でも最近美人な気がする。私ね、よく言われるんだけどさ、喋らなければね、おじいちゃんおばあちゃんってしか言われてたんだけど、喋ら、顔まあ結構大人っぽいよねって言われてたんだけど、なんかもう喋りすぎて子供のイメージがつきすぎてみんな子供って言うのよ。そう、葵ちゃんハートありがとうございます。痛い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 。励まいし、あさって前髪分けていきます。前髪ないだろう、髪の毛ないだろうっと。孫を締め、どんな洋服も似合いますって、ありがとうございます。フランさんハートありがとう。モンモン、バラありがとう。トイタコさんありがとう。リコ先輩が結婚しましたねって。そうなの。私上映会で聞いてて、
もう私嘘かと思っちゃって最初えっ本当にって言ってたんだけど嘘かと思っちゃった。本当でした。びっくりしましたね。すごいおめでたい。結婚って素敵だね。おめでたいです。本当にかわいすぎて恋ぼれたって。折れたの直して。なんかこっちのこうやって耳かけてないからすっごい耳もぞもぞするんだけど髪の毛で。来世で結婚してあしようなっていいよ。福岡市民さんシャボン玉ありがとう。はなちゃんシャボン玉ありがとう。おうちゃんバラありがとうございます。まいじゅんさんバラありがとう。ハイタッチはどっちの手がいい。どっちもいいよ。ちなみに武器はこっちかな。こっちでします。どっちでも嬉しい。ハイタッチ会緊張するだって。マジ？もうね楽しみだよ私は。今日クリナとクレちゃんとご飯食べたとだって。そうクリナとクレちゃんと久しぶりにご飯に行きました。ダイエットはしたから頑張ろう。ナンブスさんパフェありがとう。ビビーさん、ハートありがとうございます。お風呂入るのめんどくさい。ハイタッチ会ってどんな感じで、もうハイタッチするだけですあのハイタッチするだけだよ。ハイタッチ会はでも個別あるみたいな。あるよね。今年もっていうか個別あるよね。個別ありますよ。別の方が喋れる説はある。わかんないですけど、あ、個別はなんだ、なんか何枚以上かかるのかな、わかりません。個別だとゆっくり話せるねって。あ、そうらしい。まとめ出しですって。まとめ出しでした。ハイタッチは何人かとハイタッチできます。メンバー4人ぐらいいて、4、3人ぐらいいてのメンバーとハイタッチできます。あ、まとめ出しは2枚以上じゃなかったかな確かって。2枚以上ですってご注意くださいまし。電話にまだですかって。まだですか。まだ来てない。私たちも来てないいつ来るんだ。トモもバラありがとうございます。その前のライブも楽しかった。ライブ楽しいよ本当に。うざ、ライブ楽しいです。今年は、今年じゃない、次はあれやりますって。前役前髪分けようかな。もう最近前髪分けようかな。みんな褒めすぎて前髪分けようかな。少しは喋る時間ある？ない。うん、マジでないと思います。じゃあ頑張って私は話を聞きます。頑張って喋って。もう入ってくる瞬間喋って。頑張って聞くね。武器も頑張って。ハイタッチは一瞬だよね。そう、ハイタッチは一瞬、イエーイしか話せなかった。そう、イエーイって感じ。まあ話したい方はもう本当に頑張って話してもらって、私聞きますから。うーんって返事はできないかもしれないけど、待ってますってことで。
みんなステージから見たがいいよ。ステージは無料だから来てください。ユキの配達強いらしいね。え、そんなことないよね。ユキの配達全然強くないよね。人によると思います。え、あの強くされたら強くするけど、全然私優しいと思うよって感じ。眠くないだって。え、さっきまでソファーでマジで寝そうだった。あ、インスタ投稿の分考えてる時マジでもだったんだけど、もう携帯何回かポトンってやってたけど、なんか投稿してみんなのコメントに出たら目覚めました。ってことでインスタいいねしに行こう。おー、おっきい。今日昨日ね、携帯インスタってさ、音さ全部なくしててもさ、たまにさおすすめに出てくるさ音楽っていうかさ、リールみたいなのがさ流れるの分かる？分かるかな。インスタは、あ、パン屋さんはひなと行きました。ひな、ひなとパン屋さん行きましたよ。あ、これは明太フランスパンと目玉焼きのパンと、なんかね可愛くて見た目がもうパンって感じで可愛くて、並びました。あ、た、かわ、選びました。並びましたかってコメント来てるけど、並んでません。あのね、テイクアウトだったので、テイクアウトじゃない、テイクアウトじゃなくてお店の中で食べたから、もう全然人いなかった。あと平日だっていうのもあったかも。ミンティア食べたい。でも今日眠い、私早く眠る。イートインしたんだね。そう、イートインしたので、中はがら空きでしたよ。どこ座ってもがら空き。アイちゃん、ペンライトありがとうございます。いいね、来るの早くて。そうでしょ、私ずっと常に携帯してるからさ。そうなんだ。あ、リールが流れてから話と続き早だって。いや、よき話途中で終わりがちで、あのね、え、今日の花のハイライト可愛くない？なんかトロトロしてるんだけど。で、私はあのサラサラ派なので、お粉なんて塗っちゃってもうお風呂入るのに、うん、サラサラ。ちょっとペタペタってするのが嫌なので、もうペタペタして脱線する天才なんだよ。ごめん、また忘れてたわ。あのね、え、ね、こういう病気ない？こういう、私心配なんだよね。あの、本当に話が脱線しがちな。カズオさん、ハートありがとう。スルーしていいですよ。サンタコありがとうございます。スルーしません。それ、後世のやつですか？かな？これです。後世ですね。これ、あの、素敵です。サラッサラです。私好み。好き、これ。この子好き。クゾウさん、ハッタリュート、ショーヘプネタリュート。コキコキコキ。もうこのぐらいしかないです。この夏、もう大活躍だよ。ほら、もう見て、もう全然ないの分かる？分かるか？頭の中でいろんなこと考えてるんだね、だって。そうなの、頭の中でいろんなこと考えてるの。風邪ひいたんでハイタッチまでに直しますって。絶対直して、ハイタッチまでに。あゆっちさん、あったありがとう。ヤクさん、かわいいありがとう。教えてくれてありがとう。ていいよ。ルキさん、あったありがとう。あ、なんて読むんだ。カズパンさん、バラありがとう。眠たいかもしれない。レキチさん
さん貼ってありがとう。誰かなんかコメントして、え、なんかなんか声がすごいするんだけど、イブちゃんってイエベブルベ。私はいろんなメンバーにっていうか、いろんなメンバーにブルベと言われるので、私ブルベだと思います。はあ、何時までするとって12時。目指すは12時ね。話題広げるのが上手なんだろうね、だってマジ。じゃあ私話上手ってこと、もしかして、もしかして。とうとうさん、はたりぞ、しゅんさん、にじるのしゃれど、こうちゃん、バラありがとう。相談なんですけど、私髪色何が似合いそうですかね、想像してみてって。やっぱ無難に茶色とかがやっぱ似合うと思います。私茶色好きですよ。茶色似合うの素敵じゃないですか。染めてほしいな、染めたいし。私もでも実際にパーソナルカラー診断受けたことないんや。だってそうないの、受けてみたい。誰かいない、パーソナルカラーわかる人。パレちゃん、ハタありがとう。アオイちゃん、パベありがとう。ヨッチ、パベありがとう。誰かわかる人。イブツキ、髪染めると。だって染めたいです、染めたいんですけど。ガッサン、ハートありがとう。ブルベ冬だと思うよ。だって本当ブルベ冬かな。じゃあ私どうですか。イエベブルベって教えて。何何かっこジジイだって。あのね、なんかね、自分の肌の色がメイク、オレンジメイクが似合うのか、ピンクメイクが似合うのか、リップはどういう色が似合うのかがあるんですって。ブーは聞き上手だって。私は人の話聞くのも好き。やったことないけど絶対イブキブルベの冬だって。本当イブキってブルベ夏かブルベ冬って言われることが多い。いまだにイブキちゃんがこの時間に配信してるの慣れないって。いや本当に慣れない。もうでももう19も、じゃあ18歳になってもいい。え18、ええ、うん、え結構この時間やってるよね。私やるようになって、今日は何しましょうか。あ、昨日から3セットずつ始めました。まずこうやっておへそを見て10秒キープ、そしたら休まずそのまま10回エホエホ、そしたら左向いて10秒キープ、そしたら左向いてじゃない10秒こう右もこう10秒して、それを休まず3回、また真ん中で10秒キープ、エホエホ10回やって、そしてまた左側で10秒キープ、また右側で10秒キープ、そしてまた真ん中で10秒キープ、エホエホを休まず3回します。でもなんかきつくなくて効いてる気がしないけどそれ以上はやりたくありませんセンター祭の時の紫のアイシャドウしてね、めっちゃ似合ってたからブルベフリやと思うって。て本当？じゃあブルベフリかも。そうなので、ね、生誕祭のために私は新しいアイシャドウを買ったんでしょ。そう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 、よっちやったりやった。ゆうきさ面白いね、動画を発掘したのさ。超かわいい動画発掘したのさ、幼き頃の私。超ダンス下手かった頃の私、メイクノイズ踊ってる場合。結局それでいくとやばくない？これ私7分もこの動画ある。じっとしたまま2回目よ。なんでそこ歩くと超下手で可愛くない？何このダンス？その場って超お姉ちゃんに怒られてるの。そしてやばくない？私めっちゃ初期。こ
これ見るとなんかダンスさすがに成長したかも。でもねねが先生です。あれかん、そこバタバタせんで、駅ウェブできんとよ。めっちゃ言われてる、かわいそう。おもろくない？お姉ちゃんにとって4兄弟くらい。違います、これ5兄弟なんだよ、5期。気をつけていいと思う。これやばくない？これやばくない？多分公園も開くよ。すごくない？こう見たら私成長したよね。ちょっと見てほしいな、私の頑張った成果。メイクノイズ、メイクノイズ、めちゃくちゃ怒られてて、かわいい、かわいそう、この頃の自分かわいそう。ちょっとおもろいね、これもこの動画面白すぎて、リナとかめっちゃ見せた、見て。かわいそう、厳しくて。これ見たい人は見てていいよ、私話すから。何年前だって、私5年前とかじゃないかな、入った時なんだよ。もうしかもこれの時間がね、3時とかなの、3時過ぎとか3時半とかそんぐらいで、ずっとこうやってやってたんだ。そこ思うと、あの頃の私頑張ったなって思います。飼い慣らされていた、お前暴れとかしいけん。あおちゃん、ハタありがとう。抹茶、サンタさん、バラ、ありがとう。そう、深夜、もうずっとね、ずっと多分やってたんだと思う、この頃の私は。信じることがのステップやん、愛おしいって。え、超尺動画。え、そうだそうだよ。え、これ7分ある。これ7分もある。かわいそうに私厳しくて。自分で練習して。見てて、聞いてて。そこじゃない。そこ何しようか分からんけど、それ自分で練習して。かわいそう。もう一回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 。そこじゃない。そこ何しようか分からんけど、それ自分で練習して。どういう顔でやったら最初。はい。しかもね、ちょっとさ、見てこれ。自分で自分の顔殴ってるから。これやばくない？ただのバカちゃんで思う。あら、足が出る。かわいくない？この子の私頑張ったんだねってすごく思った。なんか2,3 回目の本番よ、全然踊れば。これは私は昨日夜中に自分の携帯整理してる時に出てきて、なんだこの7分の動画とか思って見てたら、超スパルタ教育されてて、 2,3 回目のテストなのに全然踊れんよって言われてて、かわいと。わかる？分かんなかった。どうせ、うん、みんな家族優しいんだろうってさ思うじゃん。思う、わかるわかる、優しいの、これが優しさだからさ。生誕で言ったでしょ、厳しい愛は家族からもらってるので、みんなは優しい愛をくださいって言ったのは意味わかった？もうこれ見た時に確信したよね、やっぱ私はみんなから優しい愛をもらわないとっていう気持ちになった。これを私7分もうお姉ちゃんずっと動画撮って一人で練習できるようにしてくれてた。
そうなると私ここから比べると、ここから比べるとだけど、まあ上手くなりました、強くなりましたね。ここから比べるとですよ、上手いと言ってませんけどね。はい、ね、もう一回自分だけ一回もうね、もう一回一回もうね、もう一回だけ自分の顔ぶっちゃうところ見せていいよ。ちょっと待ってね、ここでしょ。見えなかった？違うしね、振り。どういう顔でなければいいの、誰かのだからなのか、一生体から離れない。やっぱいぶき覚えた、え、前もね言ったことあると思うんだけど、いぶき覚えた振りをマジノーパラとかでも未だに踊れるの。動画残ってるからだよね。動画もう撮りすぎて、もうやりすぎて、もう一生踊れる。マジで人生一周目すぎて、人生一周目よりもおもろい。何曲振り覚えてるの？もう数えられません、そんなに。もう数えられない。おいちゃんかっこいい、ありがとう。ペナイトもありがとう。香港の時期旗ありがとう。え、でも抜けちゃう曲は抜けちゃう。やっぱうわすごい、この振り忘れやすいって曲はある。じゃちっちゃん今草原の奇跡聞いたら泣くなって。君に出会えた奇跡、惹かれあった心。いっぱい褒めちゃうね。だっていっぱい褒めて、みんな。ちょっといっぱいコメントして。コメントしてない人誰だ？え、善悪来るよーって人。善悪来るよーって人。あいちゃん音符ありがとう。ハートもありがとう。行きますって人いっぱいいるね。おお、いっぱいいるよ。どうしよう、悩んでるのね、クレムレーション。ゆぎくんハートありがとう。パルちゃんハートありがとう。メイト、ゆきさん、にじろんし、ありがとう。おー、いっぱい来ますやん、意外と。こんばんは、こんばんは。あ、猫の絵文字さん、バラありがとうございます。トール通ってありがとう。制服の名前覚えてる？わかんない、覚えてんじゃないかな。でもわかんない。すごいしんどいよ。新しい春が待たぬ制服で歩こうよ。今日から病死になってもいい？遅くないかな？だって全然遅くないよ。まだ5年目ですから。人生始まったばかり。あおちゃん、シャボン玉。ありがとう。眠気飛んでったって。え、全然眠い。やっぱ片耳出しヘアめっちゃ好きだって。ありがとうございましょう。レーンの発表まだかな？だって。え、ね、誰と私やるんだろうか。あのあのトール、タコありがとう。こんばんは、こんばんは。31日の目撃者行きます。だって待ってます。目撃者、博多の香りウィンナーも買いに行きますって。あ、今年も、あ、福岡でもあるかな、あるかな、あるといいな。
今日めっちゃアイドル前髪って感じして可愛いって、これアイドル前髪巻いてないんですけど、なんかちょっと伸びたら巻きたいと思います。なんかでももはや巻かない方がいいんじゃないと思って来て、最近夢不足で困っとるんやけどって。ほんと？ほんとに困ってるなら会いに来てよ。1月も外イベいっぱいで楽しみ、年度でね楽しみって言うとサマステだね。ワク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 全然見てない。私誰かの声を、私多分似てる声ある。おーおープオリジンさん、バラありがとうございます。初見ですって。本当かな、初見マークついてないことある。よっちーさん、にじるの試合と今年の夏もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえやばい、目の乾燥やばい、もう眠たい。今日の TikTok も可愛かったよ。あ、TikTok もいいね、ちゃんと見てるから見てるね。あおいちゃんハートありがとう、トール可愛いありがとう、ハートもありがとう。あおいちゃん、夏はたくさん思い出作ろうな。だって作ろうな、楽しみ、熱中症にならないようにしないと。これから自転車乗って帰宅するからまた寝て。え、気をつけてね、時間的に変な人に連れ去られないようにね。後ろに警戒してね、イヤホンしてダメだよ、携帯もダメだよ。あ、自転車か、自転車ならしないね、ダメだよ。あとあの、ついても家に入るまではイヤホンとか携帯とかやめた方がいいよ、ダメだよ、やめだね。香港のジャッキーパパありがとう、マルゲリータさん、シャボンありがとう。香港のジャッキー、シャボン玉ありがとう。ブーの暑さ対策どんなのしてるだって。いぶきの暑さ対策、エアコンガンガン入れる。待って、今言えることしよるんだが、ダメだよ、危ないよ、変な人に連れ去られるよ、刺されるよ。人間はね、誰でも信じられると思っちゃダメだよ。この世の中どんな人間がいるか分かんないんだけど、いろんな人間がいるんだから刺されちゃう、怖いよ、大丈夫、危ないよ。つけられ、後ろつけられても分かんないでしょ、イヤホンしてたら。こら薬さんとかありがとう、ブキックシャボン玉ありがとう。じゃあ外に出てからの対策は特に何もしない、日傘ぐらいですかね。外で扇風機持ち歩く、でかい扇風機はさすがに持ち歩かないです。おいちゃんハートありがとう、アイスクリームもありがとう。カラオケ配信やってるって、イヤホンがないのよ私。そうなんです、でかいのあれ重いじゃん扇風機ね、あれ大変だよ、持ち歩く、みんなはあの扇風機でかいの。タイミングよく配信見えたし、配達近い、あ、配達いぶき聞くかって。ほんとお見送り、いつもいぶき冷たく感じてさ、いやこの方もいぶきのこと好きじゃないんだって思うもんね。もうちょっと優しくして優しくされてるはずなんだけどね。ハリボー、バラありがとうございます。日傘が荷物になるだよな、それな。でも私たちはもう外に歩くことはほぼほぼしないんだね。お昼は日傘を持ってればもう大丈夫。小さい扇風機は持ち歩かないの？持ち歩きません、荷物になるです。ハリボーハートありがとう。私荷物になるの本当に嫌いなの、極力何も物を持ちたくないの。だからペットボトルも買わない。ヘアハットありがとう、イブキックハットありがとう。
ばんは。こんばんは。ガッサンハットありがとう。おじさんだけど日傘買おうか迷ってる。さすがに暑い。暑いよね。そういいと思う。全然日傘焼けないしね。そう頭痛くなりにくい。塩分チャージちゃんと食べてって。食べよう。塩分チャージ大好き。フランさんハットありがとう。じゃあカバンも小さいカバンなのかな。はい、私荷物バリ少ないんで。そうお腹すきすぎてモンコタンメン食べたくなった。食べたいからやめて。もう最近もう食べたいのよ。おいちゃんハットありがとう。フランさんハットありがとう。トゥナーさんハットありがとうございます。焼け止めは頭に効きません。どうしよう。頭効かないの。頭塗っても効くない。めっちゃ分かる。あさっても携帯と財布だけで行ける。分かる。いぶき公演続きの時は携帯しか持って帰りません携帯だけ手ぶらで帰る。あとはもうこれだ。これでもう帰宅事務所からすごいでしょ。だってもう何にもそういうこと別にないから。だからこの前ミスド食べたいってあの帰りに思ってミスドを買って帰るぞって思ったんだけど、お財布持ってなくて、あれ買えないと思って逃げました。もう買えないじゃんと思って、その匂いにつられそうだったから帰りました。そうだからミスドは買えなかった。携帯ないと生きていけないタイプだって。 SNS できないんだもん携帯ないとSNS 何にもできなくなるけど。いいの。ゆびちゃん最近お気に入りのリップとかある？あ、私も休みの時はこれです。ロマンドのリップです。07です。保湿されるのでいいです。荒れません。ペペにしないで。え、ペペしてるんだけどお父さんにも送ってもらうのもなんかもう申し訳ないので。あとこのリップ美味しいです。でもご飯食べてるときはさすがにもう全力でこうやって撮る。最近のお気に入りの音楽ありますか？好きですだって。え、ゆきのお気に入りの音楽？音楽私結構見ますね。スナイル何番？かわいいだって。07。07でしょ。でもライトで見えないと思うね。でも07です。07。はい、07です。匂い付き消しゴムみたいに匂いやってて本当に。もうね、ご飯食べるときはこれはつける。私はあの極力ご飯中はリップつけたくないので。色持ちいい。色持ちはだからコンサートとかで絶対落としたくないときに使うのは、私はディントとリップモンスターしか勝たん。私はもうリップモンスター5本目ぐらい大好き。リップモンスターとディント、ディントを先に塗ってリップモンスターを塗るんです。上から、落ちません。それを何回か繰り返す。ディントは繰り返せない。ディントは1回だけうーって塗って、そして乾かしたらその上にリップモンスターを好きなように塗って、そして1回こうプッ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 プってティッシュオフして、もう1回リップモンスターを塗る。プッ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 プってして、もう1回リップモンスターを塗ったらもう落ちません。もういぶきのリップの持ちようマジで天才だから真似していいよ。え、マジで落ちないよ。どんなにご飯食べてもどんなに水を飲んでもラーメン食べても落ちません。え、ねえ、やっぱいぶきって早口だよね。やっぱりそんな気がしてたいつも言ってない？いぶき結構早口だよね。なんでなん。いぶちゃんの香水ください。あ、いぶきの香水は玄関にありますよ。いぶきの香水いっぱい。あ、ピッポピッポ言ってる。リップモンはマジで神だって。え、そう、もうリップモンスターしか私。あ、すいません、いぶちゃんの香水ください。さっき読んだの私。くださいって何？あげません。私最近また香水欲しいの。なんかエクボこっちだけ。へえ、じゃあなんで
じゃあメイクしてないみたいなんやって、どういうこと、メイクしてる、メイクしてる、私全然すっぴんじゃないメイクなおです。真似したいけど男だから無理そうだって。え、色薄くすればいいんだよ、全然無理じゃないよ。こんばんは、こんばんは。バラのあの香りが忘れられんので、どんな匂いですかね一体私なの、甘い女、なんかいい女の匂い、先生の匂いする、ダンスの先生の、わかんないかダンスの先生っぽい匂いするいい女って感じの匂いなのか、さっぱりしてますかね、なんでしょうか。どの、あ、イヴ・サンローランだ。いい女のダンスの先生の匂いはイヴ・サンローランです多分。はい、甘い。何の香水使ってる、私はディオールか白かオーパラディかサンローランかデコルテとかですかね、が好きかな。ジョーマローンとか、ですかね。私でも最近新しい香水欲しくて、もう高いからお姉ちゃんと割り勘をしようってなるんですけど、なんかね名前忘れちゃった、なんかヨーグルトみたいな、バニラみたいな、なんかそんな名前だった気がする。でも私はちっちゃい方が好き、あの大きい方、なんかちっちゃい方が香水って匂いが飛ぶので、すぐあの長く持ちすぎると匂い飛んじゃうから、ちっちゃいのを使い切った新しいのを買うの方が一番いいらしい。香水は何プッシュしますか。物によります。白だとシュッシュッです。サンローランだとシュッです。ディオールはシュッシュッグルンです。オーパラフルールとかもシュッシュッシュッグルンですかね。あ、あれも言えるのよだよ、こんなマークの、まんじみたいなマークのブランド、ひじがそれかな、あ、言っていいの、ちょっと内緒で、あのまんじみたいなマークの香水、いい匂いです。香水は手首にだけ振る感じ、はい、ここにシュッてして、シュッシュッシュッて、もうトントン、こすっちゃダメです、匂いが変わっちゃうらしいので。まあ、これ私は自分あの独学ってほどもないので、あの正しい使い方は本当かは分かんないんですけど、もう匂いが飛ぶのでシュッてしてもポンシュッポンぐらいですって。あと匂いこう強い、匂いが強めのワンプッシュでも強い香水があるんですけど、そういう時は足首につけるんですよ、このここのくるぶしに、ここに。したらふわーんと弱い匂いがいい人は、強ければもうこっちでいいと思うんですけど、あんまり匂いをさせたくないって方は足に塗る、足にシュッてするんですって。おしゃべり会の時香水はめてくれて嬉しかった。何の香水って私聞いた、もしかして。あのさ、私すぐ忘れちゃうから、 DM で送って、私にどの香水がいい匂いって言ったのか、ちゃんと見ておきたい、確認しておきたい。足に、そう足に、最近公園でファンに見せてあって、マジ公園で孫の息吹見てあれそれえ、独特、孫の息吹、もうマジ真顔の息吹ってなんだろう、嬉しい、ありがとうございます。ひょへーハートありがとう、嬉しいですよ。香水っていろいろありますよね、
すごいですよね。あ、ハンドクリーム、サンローランのハンドクリームもすごくいい匂い、香水みたいなレベルで匂いがします。サンローランは匂い強いですね。イベちゃんの MC でファンになった人おらんのかなって。え、いる？私の MC でファンになった方いるの？そんな人いるの？福岡市民さん、バラありがとう。こんばんは。こんばんは。キャピキャピ息吹してると腕を組んでとかで見るとおおってなるの。ほんと？おおってなるの？メンバーにプレゼントするときって何を渡すって。ひじりの時は、ママと一緒にハイライト、ディオールのハイライトをあげました。公演中の曲で真顔でカラメル見てるね。真顔で真顔で見るね。じゃあ今度いぶき最近美人だが上がった。それガチャ。ママってりなちゃん？あ、そう、りなです。シャンプーは何使っているのって。シャンプーは青のやつだよ。青のやつです。青のこんな感じのボトル変えました。あ、私のシャンプー真似して、あ、お姉ちゃんの、お姉ちゃんがさ、おすすめのシャンプーって言ってさ、それを真似してる方はごめんねなんだけど、私は青になりました。青のやつ。メイク道具がいいんかって、いや、あの、それはひじりが欲しいって言ってたから、言ってるのを、あの、聞いたからですよ。ハイタッチでファンがハンドクリームつけてたら嫌じゃないですか。私は全然嫌じゃない、全然気になりません。けど匂い次の人につくかも。パジャドラの僕の桜はいぶきが誰かにちょっかい出すから絶対見てたなって。あれもうね、楽しかったな。いよちゃんの時楽しかったもん。石崎さん、バラありがとうございます。お風呂上がりにコーラ飲んでもいいでしょうか。だっていいよ。いぶきの配信訪れしちゃう。え、なんでいぶきの配信今もの、え、ずっと、みんな、みんな訪れしてる。こんばんは。こんばんは。いぶきがすごい美学くんなのが気になって仕方ない。え、本当ですか。海外の中継みたいだって。え、そんな、私そんな感じ、そんな。ファンから香水がするのはあり？なし？ハイタッチ会で、私はありです。え、めっちゃ私あるやん。え、なんで私の配信だけ訪れしてんの。え、直してもらえるのかな。直しても、え、マジ。配信見るために僕すぐ帰宅して間に合った。だってお帰り早かったね。イヤホンすれば治るよ。だってイヤホンないの。でもリナとかさ、イヤホンしてないよね。いぶきはブラジルに、すごい目の前で止まったよ今。目の前で危ない。私迎えに来た。そんなことないよ。
と7分かだって、早いよね。なんかさ、意外とさ、配信とかさ、喋ってるとあっという間にあれするね、流れちゃうね。あ、メイクノイズの動画がツイッターで、あ、X で上がってるって。ちょっと恥ずかしいから、あの、できたら消していただけたりしますかね。ちょっとこれこれちょっと、まあ、もしかしたらいつか使えるかもしれないんですけど、消していただけたりとかってできますかね。もう見てないかな、さすがに。出してくれた方、わざわざ出してくれて、わざわざ私の配信なんかを画面録画してくれて、出してくれて本当にありがとうなんだけど、もしかしたらどこかで使える時があるかもしれないから、ここだけの秘密にしといてくれたりするかな、誰かまあもう出しちゃったかな。で、もしまた見られてたら、あの、消していただけると嬉しいなと思ったりなんてするんですけど、私すいません、ね、私が先に言えばよかったんですけど、今後のネタになるかもしれない。あ、そうそう、今後のもしかしたら 何かで使える可能性があるので、あの、もしも録画してたら、あ、もう録画してたら全然もう自分でも見ちゃってください。自分の中の収めちゃってください。全然いいんで、そんな見ちゃってください。でもここだけの秘密にちょっとしちゃってください、お願いします。皆さん、あ、もう私がやめて出なかったらもう全然いい全然いつの話ってね。ちゃ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 、ランさん、バラありがとうございます。え、もう消えてたって、え、本当にけど、家族の前とちょっとキャラ違うよね。全然いいんやけどって。あ、本当？まあ当たり前じゃないですか、ファンの前だと可愛くなっちゃいますよ。逆かな、ファンの家族の前だとキャラ、家族の前だと可愛い最近なんで前髪抜けてるの？だって昨日なんか前髪がここがね割れてて、ちょっとなんか分けてみたら好評でした。イブちゃん、診察は手に取ってみましたか？だって手に取ってみないんです。手にまだ私見たことない。あ、違う、お母さんが持ってたから見たことはある。カズオさん、ハッタゲット、トモちゃん、クマさん、ありがとうございます。アオイちゃん、似合う、ありがとう。ナカシマユウさん、シャボン玉、ありがとう。ジョヘア、ハッタゲット、ツツさん、ハッタゲット。誰かと話してる時の赤田弁がとてもいいのです、だって。あ、でも確かに、確かに家族の前だとあれですね、赤田弁言っちゃうかも。57分で、あ、あれだ、ランキング読まなきゃです。さすがに早いね。私この前2時間ぐらいしてたよ、してたよ。香港のジャッキーパフェ、ありがとう。時々ゆうき博多弁出るね。え、そう、割と隠してるつもりなんだけどね。だから何が博多弁かわかんないんだけど、割と出てない方。まあ配信だとなんかさ、なんかたくさんの人に見てもらえる、見てもらってるって思うから、ちょっとは丁寧語になる。丁寧語っていうか丁寧になるってことで、ランキング読んでいきます。いきます。
15位翔平、14位中島優さん、13位のぶさん、12位がっさん、11位ともも、10位もも、9位福岡市民さん、8位ゆきさん、7位バーラ86さん、6位香港のジャッキー、5位フランさん、4位ブキッチ、3位シュンさん、2位ヨッチ、1位アオイちゃんです。ありがとうございます。わいわいわいってことで、今日の配信もありがとうございました。ということで、アイさんハートありがとうございます。来てくれてありがとうございます。いつも遅いのにね、ありがとう。カツオさんもハートありがとう。ということで、おやすみなさいですね。まだ58分なのかな。おやすみなさい。これ自動で切れる、自動で切るのまで待とう。カキカキカキ、おやすみだって。おやすみ、あ、風呂が、あ、忘れてた。やだ、お風呂めんどくさいけど秒で入るね。髪乾かしてね。乾かしたくない。ちょっと無理、乾かせない、眠い今日は。バイバーイ。なかなか切れないね。思ったより切れない。1分って長いね。全然切れない。みんなおやすみって言ってくれてるのに、おやすみ。